そこだけ抜けてるな。ん？全部あった方がいい。うん。全部あった方がいいという意見が今出てますね。いや、どっちなんだよ。今まとまると。これは全員でまとめる。うん。じゃあやります。今のメンバーっていうのはね、正直言うと協調性がないので、まあ、あんな人が来たら否定してるみたいに聞こえますけど、僕は別にその事実だと思うので、結局は僕が OK っていうか言うか言わないかっていうことにしかならないわけですよ。彼らは自分らの世界を実は持ってるんだけども、それをやっぱ隠したがるというか主張しようとはしない。ただその最後の主張、実は主張してるんだろうなと思うのが言わないことだと思うんですよね、僕の中では ね、 ね、そんなの言わないで別れよ、ね、俺はこう引いたんだから、ね、だからその言わない代わりに俺がしたことに対して触れるなよ、ね、っていう感覚で僕は受け取ってますけどね、僕はね。やっぱアメリカに来ることによって、そういう彼らのスタイルが一箇所でも剥がれねえかなと、気づかないから、まあ正直言うと結果から言うと気づかない人たちだったんだと今の時点で僕は思ってますね、はっきり言うと。部屋に帰ってだって同じ屋根の下にいる以上はオフではないと思う。常にこう神経がピリピリされて、全てがこう仕事としてこうピリピリ神経尖らせていなきゃいけない。僕らにこうすればこうなるなだろうなっていう期待をするのはおかしいなと思います。僕は何かに外に家の外にオフ、本当に限られたそういうオンの中のオフを見つけた瞬間に街に出て何かライブ見たり、こっちのミュージシャンと話したりしてますよね。そういう時にとにかく何かを見つけようとしますけど、まとめた時にこうまとめればなんとかなるやっていう考えは絶対間違ってます。やっぱ自分の時間って大事じゃないですか、本当に。それをいくらバンドとかね、仕事とはやっぱり一つ屋根の下にいるとふとおかしくなりますよ絶対。これはもう冗談抜きで、それは誰のせいでもないし、よくそれが良くなればいいけど悪くなるのもあるし、そんな結果誰の責任でもない。ただその仕事に対するマインドは最大限発揮してるんだからってことですよね。それでいいんじゃないですかね。結局僕らはその何だろうな、友達とか仲良しでなくてもいいと思うんですよ、バンドやるのはね。なんですけど最低仕事としての部分があるじゃないですか。でも逆に言うと音楽で仕事のとしてって考えるのってものすごい最低なことだと僕は思ってるんですよ。なんですけどその今の状態は仕事としてのラインすら超えてないわけですよね。それですにつきますね、僕的には。リーダーだからつって人間のリーダーである必要なくて、じゃあ人間的なリーダーでいってバンドが成功するかというと案外そうじゃなくて、下手したらこう憎まれたり、メンバーになんじゃあいつって言われたりっていうことがないとダメだったりするんですよね、バンドの上に行くっていうことでは。そういう意味ではすごい辛い立場、嫌われ役にもなったり。僕の方が嫌いなんじゃないですか。僕がどんな悪人でもどんな嫌われててもいいんですけど、このバンドはセルフプロデュースのバンドなんで、基本的にはそれぞれが理想形を先に言うと全員がプロデューサーであってほしいわけですよ本当は。でドラムはこうだ、ベースに関してはベースはこうだ、でギターに関してはギターはこうだ、僕のギターはこうだ、ボーカルはこうだっていう、それがうまく集まって出来上がるもんですけども、
なんだろうな、すごく厳しい言い方をしてしまえば、その僕が偉いというわけじゃないんですけど、そのプロデュース能力というのはないですよね。他の3人、3人にはないですね。で最後にこれです。めっちゃありかんですげえ。傾向として、全体の傾向として、そうですね、うん、うん、まあ、なんだろう、トータル的にエッジが効いてて、エッジが効いてて、ちょっとボトムは出し気味な方が、ローレンジは出してた方が嬉しいですね。どうでした？まあ、この3ヶ月、いい3ヶ月だったのか。まあ、バンドとしてというよりは個人の、なんだろうな、成長の場になったのかなと、いう感じはしますよね。はい、合うとか合わないというよりかは、一人ずつが逆にセパレートになったというか、俺はこうだというか、自己主張が強くなったというかですね。その、なんだろうな、自分ら個人個人のね、まあ正直言って綺麗事ですけど、個人のそのなんだろうな、やり方だったりとかスタイルっていうのがどんどん濃くなっていったんだな。だからそのもう結果から言いますけど、バンドの雰囲気は非常に今回のレコーディングは悪かったんですが、一人一人のことに関してはそれなりのそのなんだろうな、明確なものを見えさせることが実は僕はできたのかなと思ってるんですよ。間違いなくあれですね、僕、まあ、これが何年か後になって、まあおっさんになってじいちゃんになっていっても忘れることもできない、こ
うではないかなと思いますね。やっぱ、僕の場合は一回脱退してまた入ってっていうのがあるんで、そういう意味ではなんかそういうふうにいろんなことに関してもやっぱ精一杯やってきたつもりなんで、そういうなんか1ページに残るというか、いろんなこうページがありますけど、その中にしっかり刻まれる経験だったっていうか、クスマシンガンズとは不思議なもの、やっぱり他にない、例えようがない、今まで味わったことがない、見たこともないものですね。本当に一個しかない商品というか、味わったことも見たことも体験したこともないものです。4年5年ですか、やってきて、だからまあもちろんこのナッシュビルに来れたっていうのもセックスマシンガンでやったからね、おかげであってね、ギターというね仕事をできるっていうのもセックスマシンガンであって、で人生というか、まあこれが仮にじゃあね、いつまで続くかも分からないし、どうなるか分からないですけど、それは人生の一番、まあ、生きてきた中で大きなしおりというか目次になりますよね。セックスマシンガンというのは何でしょうね。あ、僕にとってはね、まあ、夢ですね。ドリームですよ。今やってるから実現しているけども、ずっとこう妄想していたりとかね、考えたりする。でも僕自分で思いますけど、セックスマシンガンってイコール、安藤浩二だと、言えるところはあるんだけども、一番その思うようにならないものでもあると思ってますね。っていうのは一人でだけではできないし、もちろんメンバーもいるし、はい、って感じですかね。だからその夢が膨らむのも僕らのやり方だったり、そのひょっとしたらその誰かの手助けだったり力だったり協力だったりするわけであって、常に理想はあるんだけど、大きくもなり小さくもなると考えると、やっぱ僕にとって夢なのかなと。よしよしえぞお願いします。はい。